はい、こんにちはくんです。まあ成宮くんの話をしろというふうな意見がすごくありました。どうすんねんっていうふうなことを思ってて、だってさ、なんかあれについて語れって言われても、なんかもうどうすんのって、それについて10分間何を話すのかっていうのが思いつかなかったから、まあ今回はちょっといろんなことを複合して話していきたいと思います。成宮くんの話、うわーなしねなんだけど、まあ、成宮くんの話の前にちょっと別の話しましょうか。あの、ノンスタイルっていうお笑いの人か、の井上さんって人が、なんかタクシーにぶつけちゃって、で、そのまま走り去っちゃって、で、なんか、まあ、その相手の人が、まあ、ちょっと怪我をしたって言ってて、で、なんでそれで走り去っちゃったんだっていうふうに言われて、今叩かれてるっていうような話なんだけど、で、それに関して、まあ、その人の、まあ、に関して、まあ、ツイッターでね、芸人の人なのか、お笑い芸人かノンスタイルの知り合いの人か知らないけど、その人が、まだ何も分かってないのに、状況も知らないのに、叩くのは良くない。で、叩くのは弱い奴がすることだ、みたいなことを言ってたの。で、まあ、っていうか、その、まあ、弱い奴がすることかともかくとして、なんでお笑い芸人はこんなダブルスタンダードよくすんの？お笑い芸人の妙な仲間意識は何なのって思っちゃう。いや、なんかさ、断るごとにさ、なんか、お笑い芸人が問題ごと起こすと、いや、なんか先輩後輩の野球部みたいな体制なんだろうね。多分、先輩が白って言えば白の世界で、先輩が黒って言えば白も黒の世界なんだよ。ああいう世界はね。だから、その、先輩じゃなかったとしてもね、その、仲間が、自分たちの仲間が、こう、まあ、まあ悪いことをしちゃったっぽい感じになっても、なんか妙な擁護を始めるんだよね。しなくていいのに。しなくてもいい妙な用語が始まる。仲間意識からね。ああいうのって、俺、全くもって無意味だと思うんだよね。ただのなんか身内の用語だと思っちゃうし、どうかするとさ、ネットで炎上してる実況者のさ、キッズ、信者が、悪くないぞって言ってるのと同じ風に聞こえちゃうじゃん。明らかにそいつが悪かったりするのに、そういう用語が入ると逆にきつくね。いや、だってなんかむしろ、叩いてくれた方が楽だったりすることもあるわけよ。なのに、なんか謎の擁護をしたりしてるわけね。でもさ、まあ、叩いたり、ネットで叩いたり、叩く権利があると勘違いして、叩き始めるやつは弱い奴のすることだって言うけどさ、で、まあでもなんもみんな反省してないよね。成宮くんだっけの時も、みんななんか結果もわかってないのに、内容もそんなに出てないのに、もう、なんか、成宮くんはねるねるを食べてたんだとかさ、なんかネタにしたりさ、遊んだりさ、叩いたりしてたじゃない。で、また今回もさ、この事故があったってことらしい情報と、大まかな情報だけで、わーってみんな騒いじゃって、まあ何も学んでないし、まあ別にもう学ぶ必要もない、学ぶ必要ないとか学ぶわけがないんだけど、結局。で、そんなもんだし、人間って。だからそう思わない？もうみんなゴシップで騒ぎたいだけなのよ。別にみんな道徳人でありたいとも思ってないし、ゴシップで騒ぎたいだけだし、まあそんなもんだろうっていうふうに思ってるし、ただこの動画再生してるあなただって、成宮くんの話、何くん話すんだろうって思っちゃったでしょ。まあそれ自然な反応だと思うし、それでいいと、まあいいかどうかともかくとして、まあそれはしょうがないとも思うんだ。まあでも、まあその、ノンスタイルの犬を擁護してた、その、まあなんだっけ、村田って人だっけが言ってたことも、まあ、ちょっと一理あるなとも思ってて、まあでもそれって、こう、ゴシップがあって騒いで叩くっていうのと、なんだろうな、叩くのと批判してるのってまたちょっと違うんだよね。こいつは悪いことした、こいつはダメだって言ってるのと、あとなんだろう、こう、なんだろう、粘着的にこう個人攻撃してるのとまた別じゃん、それは。なんか、まあ今回の件ももしかしたら、まあ個人攻撃みたいなことしてる人もいたのかもしれない。そういう人に対して、言ったのかもしれないけど、まあでも言い方が悪かったよね。そのネット上でその、なんか批判、叩いてるやつは全員こう、弱者だみたいなこう言い方をしちゃったから、ネットっていろんな人が見てるし、なんか叩くって言うけど、その行為に対して、マイナスの感情を持って書き込みをしただけでも叩くっても言えるし、その人がもう嫌いで嫌いでしょうがない。ノンスタイルの犬が嫌いで嫌いでしょうがない。で、
今回の事件があってほら見たことかって言ってやっぱこいつはクズ人間だって言ってずーっと書き続けるっていうのも叩く、同じ叩くだけど、まあそういうの一緒くたにしちゃったのはまずかったよね。なんかさ、まあでも思うんだけどさ、結構マスコミもそういう個人攻撃すごい大好きじゃん。だからみんながそういうの好きだからだと思うけど、まあ成宮くんの話だってさ、言うてあれ個人攻撃だと思うのよ。個人のせ、なんだろう、まあ、性的指向の話とかさ、まあ、で、なんなの？なんか、あと、ホリエモンとさ、なんか大島薫だっけ？あ、大島薫だっけ？忘れちゃった。まあ、わかんないけど、ホリエモンが、まあ、その、女装してる、女装子の、まあ、AV とか出てる子と、まあ、そういうホテルに入って、そういうことしたっていうので、みんなギャーギャー言ってたけど、それもさ、ひどいっちゃひどいよね。なんか、ホリエモンだからいいみたいな風に思ってる島って、それ完全にいじめの滑走だよね。誰々だから、そういうこと言ってもいいみたいな。あ、こいつは、前科あるし、こいつはなんか、日々、まあ結構生意気だし、生意気だから、ちょっと叩いてやってもいいだろうぐらいのテンションでやるのって、それっていじめと全く同じなんだよね。で、そういうやつが、シャーシャーといじめ良くないとか言ってるのを見ると、すげえ嫌な気持ちになるし、もうちょっと言っちゃうとヘドが出るね。自分がいじめ無意識にしてるくせに、でもいじめってやっちゃうもんなんだよね、人間。無意識にとは言わんけど、なんか、なんだ、まあもちろんね、その、悪い、わーって騒いじゃうのは、しょうがないんだけど、でも、なんだろう、程度ってものがあるのよ、程度。まあ、何度もこの話出すけど、まあ、ベッキーとかの話だってさ、程度ってものがあるじゃない。自殺したらどうすんの本人が。自殺したら誰も責任取らないでしょ。だから自分一人一人の書き込みがまずかったにしてもさ、なんか、俺は別にネットで書いてただけだし、ってなっちゃうじゃん、みんな。みんな責任放棄するでしょ。いじめの自殺も似たようなもんだと思うんだよね。いじめでさ、まあ、主犯格の子がいたとしても、それに加担したやつはさ、いっぱいいるわけじゃない。見て見ぬふりしたり、一緒になってちょっといじくってみたりとか、まあちょっと周りで笑ったりとかしたやつらも、もし仮にそいつが自殺したら、別に、なんだろう、自分は悪くないっていう風にまずなると思うんだよ、人間って。やっぱ人間って罪の意識背負って生きれないと思うの。すげえ哲学的な話するけど、そんなに強くないと思ってて、自分は悪いことしてると思って、その、悪いことをできる人ってなかなかいないと思う。その、やっぱちょっとネジ吹っ飛んでないと、自分は悪いことをしてるという自覚のもと悪いことをやることって、すげえ難しいし、それは、なんだろう、まあもちろんね、あ、これはお芝居だ、ネタだと思ってやってたらできるけど、その本、なんだろうな、本当に自分が悪だ、どうしようもない悪だと思うことを、真顔でやれるやつはすげえよ。なかなかいないと思う。まあ、ね、まあ、みんなもね、まあその、まあ別に、まあ薬物は悪いこと、わかる。薬物も悪いことってわかるし、当て逃げして逃げるのも、まあ悪いこと。下手すりゃ死ぬかもしんねえんだからさ、当て逃げってさ、相手がタクシーでさ、車だったから良かったもののさ、相手が人間だったら死んでるかもしんねえじゃん。でしょじゃあさ、その、なんつうのかな。まあそう、叩くっていうかまあ、批判するのはいいんだけど、批判したり、ちょっとネタにして茶化すのはいいとしても、まああんまりやりすぎてるのはどうなのかなっていうふうに。特にな、成宮くんのあの話とか、ちょっとやりすぎてるよねって感じな気はしました。まあ成宮くんに関する報道とか、まあネットのノリは、まあ、まあ、なんつうのかな。もうほっといてやればって気がする。なんか引退する、逃げるのかとか言ってる人もいたけどさ、カンニング竹山だっけ？逃げるのかとか言ってるけどさ、いやもういいじゃんってもう、なんかもう別に、それさ、俺らが気にするところじゃなくね？薬物やってるかどうかって俺らが捜査できるわけでもないしさ、警察が捜査するものなんでしょ？別に、警察からは逃げてないんだしさ、いやさ、警察からもさ、逃亡してさ、何も行方がわからなくなったとか言ったら逃げれてんのかっていうのはわかるけど、そうじゃないんだから、そこは違うんでしょ。そこは違うんだったら、もうほっといてやった方がいいんじゃねえのって思うけどね。うん。特にその、テレビ関係者とかならさ、それはみんながさ、実際どうだったのか知りたいって言うけど、それってただの知的好奇心でしょ。他人のさ、なんか、私生活覗き見たいだけじゃん。それって、結局。別になんか、
もうな一応一回検査でないって言われてるんでしょ、まあ、薬物は。だったらもういいんじゃねって思うけどね。別にやめたいんだったらもうやめさせてやればいいじゃんって思うけどな俺は。じゃあはい、こんな感じでくんでした。あーやべえ、質問の読み上げるコーナー忘れてた。あ、ちょっと印象に残った話がある。あのみんなね、結構ね、やっぱ読書を崇拝してる人が多くて、俺ちょっとびっくりした。あ、こんなにみんな読書が大事だと思ってるんだ。まあ、読書も大事だし、俺も本読むけど、まあ昔ほどは読んでない。昔はもっと俺も読書すごい崇拝してて、本読むのは本当大事だって思ってたし、子供の頃からそうやってさ、先生とか親に言われるのよ。だから刷り込まれるのね。読書がすごいいいことだってすごい刷り込まれるし、まあもちろん、デメリット、なんか、悪いことじゃないし、別に、読むのは別にいいことだと思うんだよ。もちろん知識も増えるしね。ただ、そんな崇拝して読書をこと読書、まあ小説とかの読書について、崇拝するものでもないよねって話。専門書とか、そういうのだったら、まあ、別だけど、その読書ね、その小説とかの読書については、まあ別にそんな崇拝するものでもない、趣味でやるものかなと思うのね。俺もなんか、なんだろう、まあ小説とか読んだら想像力がつくんだとか思ってたけど、実際なんかそんな実態あるかとも思えるし、その想像力の実態がね、それするんだったら別のことした方が身につかねとも思うし、あとそう、現代文の点数が上がるとか言ってたけど、いやそれするんだったらだって問題集解いた方がいいで、いたよそういうやつ、その現代文の勉強になるから小説読むとか言ってたやついたけど、いやそいつよりも小説読まないけど問題集真面目に解いてる勉強熱心な子の方が点数良かったし、それは半分逃げだと思う。なんか映画とか見て、洋画を字幕で見たらリスニング能力上がるとかと一緒で、それするよりもまあそれを勉強っていうぐらいだったら、まあね、趣味の一環でやるんだったらまだしも、それを勉強とか言い出すぐらいだったら、まあ普通にリスニングの問題でも解いた方がいいし、国語の勉強でもした方がいいし、その中高生が言う話じゃないよね。小学生とか幼稚園児とかに読書をさせるっていうのは、まあ、文を読解する能力って意味では大事だと思う。まあ必要なことだと思うの。だって国語って授業があるんだしね。ただ、まあ高校生ぐらいにもなって、なんか読書を勉強の一環として取り入れるのはちょっと遅すぎるし、まあその専門書を読んだりする読解力っていうのは別に小説で培うものでもないし、なんか、俺もさ読書すげえ大事だと思ってたの。でもよくよく考えてみて読書と漫画の違いって何なのかなって思っちゃって、よくさ、まあこれクソガキ的な意見でよくあるんだけど、ま、漫画がなぜ悪いのかわからない、ラノベがなぜ悪いのかわからない、読書と一緒じゃん、語彙力もつくし、想像力って結局じゃあどういう実態があるものなのって説明もできないし、語彙力は漫画でもつくって言われて、なんか反論はあんま俺できないんだよね正直。いやその遂行された文章だから意味があるとかさ、ちゃんとした文章だからって言うけど、本当にちゃんとしてんのかその文章っていうちゃんとしてない文章もいっぱいあるわけじゃん。だったらもう本当に文豪が書いた夏目漱石とか、ああいうのが書いたものだけ読めって話なのかって話だよね。そのいい文章を読み続けるっていう、それはまた読書と違うんじゃねえの。読書ってそういうものなのかそこをなんか読書の定義にもよるけどなんか、そうだね、あんまりそのなんか漫画との差別化って具体的になんか俺は説明できないな。説明できる人がいたらコメントで説明してみてほしい。その漫画と、あとあれね、どっかのライターが書いたブログとか、そのブログの記事とか、それってさ遂行されてるだろうし、ある程度ね、ある程度遂行されてると思うんだけど、その漫画、まあ、でも漫画も遂行されてると思うよ。何人か手も、だから編集の人も見てるし、そのまあ場合によってアシスタントも見てるし、何人か見てるわけじゃん。別に漫画が遂行されてないわけではないと思うよ。もちろん小説ほど文章量が多くないから遂行する場所は少ないかもしれないけど、まあ、例えばそのブログだってさ遂行だってしてるだろうしさ、じゃあ具体的にその遂行の数が大事なのかって言ったら、じゃあブログとかも遂行いっぱいしたら小説と同じ効力を発揮するのかとか、俺はちょっと違いがよくわかんない。読書とブログを読むことと、そのなんか漫画を読むことの差がいまいち俺は理解できない。そのこんなこと言うとね、クンバカだって言ってすぐ言う人いるけど
納得いく説明があまり俺はできないね、正直。なんか昔はさ、読書はすごい想像力もつくんだ、語彙力も上がるんだって思ってたけど、実はそうでもねえんじゃねっていう。まあ普通に趣味の一環じゃねっていう。まあ別に知識知りたいんだったら映像でも見ればいいしさね、なんか専門書でも読めばいいんじゃねっていう。はい、ということで、あと他何があったっけ。あ、そうだそうだ、これこれ、なんか自己啓発本は人に言わないと意味がないだと、何を言ってもお前はバカだみたいな、その論調のコメントがあって、まあ、それに対してなんだけど、その俺が言ってるのは人に言わなきゃとかじゃなくて、インプットしたものはアウトプットしないと意味ない、心のどこかに留めておくじゃ俺はあまり意味がないと思う。いや、もちろん意味が 0% は言わないよ。もちろん心のどこかに、本のどこかに片隅に書いてあったとかも、まあそれは多少の意味あるかもしれないけど、俺はあくまで俺の持論ね、これ俺の持論だけど、インプットしたものはアウトプットしないと生かされないと思う。だからそれの例え話として人に言うとかさ、啓発本だったら人に言うとか自分で実践してみるとかっていうのを挙げただけ。そういうことです。俺はバカじゃないです。はい、ということで、くんでした。またね、バイバイ。ちょっと待って、どの辺、これ10分経ったかな。まあいいや、もう話も話題も尽きたし、この辺で切ろう。じゃあさよなら。